皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、またまたもやもや、ありがとうね。常に常にいただけまして、僕は常に常に感謝絶えませんから。とはいえ、とはいえですよ、とはいえサンピアさんはご覧になっていらっしゃいます？なんだかちょっとサンピアさんはご覧になっていらっしゃらないような気がしてなりませんよ。そんなのは僕の気のせいでございましょうか。なんだか見られていない気がするのですよね。まあ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 、そういうように思ってしまいますけれども、気を取り直していってみましょうかね。はい、いただけるだけ本当にもうもうありがたいばかりでございますから。それでは本日の気になるそのお一言拝見いたしますね。じゃん、こういうのあるのかなっていうような、そういうようなお一言でございますよ。まあ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 、これを簡単にご説明しますとですね、もうもうとてもとても甘い食べ物を勉強すべく行く場所みたいなところでございましょうかね。はい、そんな感じでございます。とてもとても甘い食べ物というもの、まあでもそういう場合もないケースもあるかもわかりませんので、もっと別の言い方をしますと、食後に食べるであろうものっていうような言い方もまあまあ当てはまるかもわかりません。はい、でもまああれですね、まあまあそこそこ甘くはあるであろう、大半は甘くであろうで、あろう食べ物でございますよ。なんだかややこしくてすみませんね。そうですね、どうなんでしょうかね、甘くないこれっていうのもあるんでございますか。ぜひとも甘くないものもこういう言い方をするよっていうことございましたら、ぜひお教えくださいませ。そこは知りたい部分でございます。もうこの言葉を使うと甘いみたいに、イコール甘いみたいになってますからね、僕の中では。甘くないものもあるのならちょっと知りたいですよね。若干ちょっとまたなんか変な言い回しになってすみません。言い回しというか、なんか変な感じの言い方になっちゃいまして、はい、もうちょっと恥ずかしいですけれども、そのまま突破したいと思いますよ、僕は。はい、最近の僕は NG をどう回復するかに全力をかけてますから。ですから NG だから、NG でストップみたいにはしないのでございますよ。はい、もうギブアップみたいなのをせずに、 NG だからこそ僕の底力で乗り越えるぞみたいな、そういうつもりで、はい、意気込みでやっております。ですから僕には NG はないということでございますよ。最近ですから何でもかんでも NG になるっていうことを避けているのでございます。すみませんね、逆にちゃんと NG として取り直してよって、そういう風に思われます？
どうなんでしょうかね。どちらがいいんでしょうか。むしろ噛んだらやっぱり嫌だよとかございますかね。そしたらそしたらで、やっぱりNG にして取り直したいなとは思いますけれども、 NG にしない代わりにものすごい長めに喋ることにもなるとは思います。はい、 NG にしない代わりにボリュームアップでお届けできるという、そういう利点はございますよ。逆にボリュームがありすぎてちょっとお腹いっぱいだよって、そんな風になられます。それはそれでちょっと寂しいですよね。一応頑張ってボリューミーにしようしようとは思って頑張っているんですよ。なるべくちょっと淡白に終わらせないようにと、はい、盛りだくさんでお届けしようというエンターテインメント的な気持ちで、はい、頑張っているのでございますので、どうかお付き合いよろしくお願いいたします、とのことでして、このあれですね、とてもとても甘いであろう食べ物を勉強すべく通う場所っていうところで、もうだいぶお分かりになられたでございましょうか。ただですね、この一言のトリッキーなところは、その勉強すべく通う場所がですよ、かなりなんて言うんでしょうかね、より多くを学ぶべき場所になっているんですよ。はい、より多くを勉強する、そういう場所でございます。ですからちょっともしかしたら実際にはないのかもしれないなっていうような、そういうような場所でございます。はい、どちらかといえばあれじゃないですかね、より多くを学ぶべき場所、母場所って言っちゃいましたけれども、それでもやりますよ。僕は負けませんよ。これぐらいの母場所ぐらいの間違いには僕は決してくじけません。はい、何せ男の子です。寂しくなったら、はい、手紙にしますね、いつか多分というような感じでございますから、もうほんと決してくじけませんよ、とのことでして、そろそろもう行きましょうか。じゃあもうここまで話してしまいましたら、多分僕の中ではこれは存在しないんじゃないかなっていうところは多く思っております。ですがもしありましたら、そういうところあるよって教えてくださいね。はい、よろしくお願いいたしますよ、とのことでして、この興味深いお一言、そろそろ行きたいと思います。それでは行きます。サンピアさんよりの一言、どうぞ。スイーツ大学。